田中、鈴木、おお、え、あ、佐藤、おお、非常に楽しくなっとる、かっこよくなっとるわけですけども、これ私たちやるの？かなりお兄ちゃんにいじめられたんやて。お兄ちゃんに超いじめられた勝ったことない一回も。そうね、うん、私も相方に一回も勝ったことないです。勝ったことない同士。そうです。戦っちゃうの？どっちが勝つかな。え、底辺の戦い。そういうことですねじゃあちょっと早速ね、頑張りましょう。はい、やらせていただきましょう。ほれほれ、リンクするかな思ってんけど。いやでもぜひ遊びに来てほしいです ね。これでまたこの台で試遊できるっていうのまた嬉しいですからね。はい、ぜひ皆さんねお越しになって、はい、ね、実際に触れてみてください。はい、モンスターハンタークロース。はい、ということで、はい、やってきました、ね、そして小島さんにもお越しいただきましたよ。お願いします。はい、プロデューサー小島です。はい、言わずとしてこのタイトルでございますよ。はい、はい、そしてもうふてぶてしいふてぶてしいハンターと、そしてアイルーちゃんね、はい、完璧でございますよ。そして4代目モンスター、これねもう完璧。今回の、はい、これ何と何と何と何ですか？これは上からディノバルド、はい、はい、そしてガムート、ライゼックス、そして今日発表しましたタマミツネ。なるほど、はい、これが全て新モンスターということでね、新モンスター、そしてメインモンスターと。そうです。もう毎回この新しいタイトルになるたびにね、すごいね、このメインモンスター、新モンスター、スターモンスター出ますから。今回4体ともがメインです。4体がメインという。そう、4体がメイン、それがモンスターハンタークロースということになっとるんでねじゃあ早速、はい、あのもう、そうですね、サーリーに行きましょう。やりましょう、ね、行ってくるね。モンスターハンタークロースということで、来たぞ来たぞ来たぞということで、なんとさ小島さんを迎えての、はい、どうもプロデューサー小島です。プレイができるということで、はい、なんとですねお姉さんにマイクフォローですよ。はい、こちらお兄さん。あ、こちらタドロー AD 鈴木です。頑張れ鈴木。頑張れ鈴木。ということで山本ちゃん、どれ行きますか？どれ行きましょうかね。今回おすすめは何ですか？いや、このね、ボスマッコウと、はい、でディノバルドが新モンスターなんですね。そうですね。じゃあ行くよ。はい、じゃあウエスト大事一狩り行こうぜ。行こうぜ。
パパなんて今のは何といやあのパラパパってそうスラパパスラパパスラパパ声聞こえますね。何これ大体全貌がよう分からへんねんけど。今回のこのディルノバルドはあの尻尾をまず気をつけてくださいね。尻尾注意。尻尾があのブレード状になってまして、それで攻撃が一番ダメージでかいんで、ちょっとあの気をつけいただき、はいどうぞどうぞ。よし、落とし穴とかしびれ穴もみんな持っていってくださいね。よしよし。で今回のステージが、はい、古代林といいまして、古代林、はい、クロスで初めて追加された、まあ、あの恐竜がいた時代の、まあ、白亜紀とかジュラ紀みたいなイメージのフィールドになってますね。なるほど。ピンクで可愛いな。あ、なるほど。おったぞ。さあディノバルドですね。このモンスター、怖い怖い怖い。こう自分の尻尾をこう噛んでですね、研いだりして攻撃力アップとかするんで。マジで。はい、来たぞい。すごい降り立ってない。さあ皆さんどんな武器使ってますか？タッチです。タッチ。スタイルは何ですか？はい、スタイルは何を選びました？ギルドスタイル。あ、なるほどなるほど。じゃあ今まで通りの感じでプレイできますね。柳原さんはエリアルの。エリアル。そう。うわすごい尻尾が。尻尾怖くて近づけない。まだ大丈夫、まだ大丈夫。でも赤い状態なんで気をつけてくださいね。あの尻尾を噛んだり、こう溜めてるコードを取った後がやばいんですよ。なんか周りに摩擦さして。そうですそうです。自分の尻尾の鉄分を。おほい、来ましたね。なんかないかな。恐ろしい、これは。そう。お、いいですね。いい、ナイスエリアル。あ、危ない。燃えてる。これはやばい。早っ。まあ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 、でも俺早っ。じゃこの尻尾、この尻尾やばい。私もだよ。え、もうやられた？ワイプしようと思ったら、あら、か、鍛冶屋で働いてるみたいな、なんか二人して運ばれた。はいどうもみたいに運ばれてる俺が。ちょっと戻るで。まあまあまあ、え、嘘やん。えげつな。危ない。おお、これは食らっちゃいけないっていうか、大丈夫。どうしようどうしよう。こんなモンスターよう考えたな。まあこのようなモンスターがあと3体いますからね。自分の尻尾を研ぐっていうか、熱して。そうです。今回は4大メインモンスターって言って、このディノワルド以外にもですね、あのマンモス型のガムートというモンスターと、飛竜型の新しいライゼクス、そして最後に海竜種のタマミツネと。あー、早い。何もなしていない。なんか何か分かった。広場を見てたら終わっちゃったよ。あれ、今戻ってきて入って、あれ、何したんですか？マックスだったよね。入ったらなんか自分の尻尾噛んでて、はい、でそれで離したら飛ばされて、はい、で距離持ったら向こうから回りながら飛んできて、さあ今から登ってした時にスカサーってくる。さすがディノさんですね。こいつのディノさんの、あの距離の詰め方俺分からん。なんか一個アドバイスください。よく見る。それ全部通してよ。まずはね、知らないとディノバルドの動きを。そっか、ね、やっぱだから遠くから見てればよかったんだよ。いや遠くから見てるのはもう恋愛だけにさせてくれよ。もう恋愛って調子乗りすぎたな。いやー、ね、でも怖かった。いやでもね、この新しい新要素も加わっておりますから、はい、そうですね。モンスターハンタークロス、ね、今回あの武士道スタイルってやつも選べますから、はい、体験できますが、あと先ほどステージで公開したんですけれども、なんと今回のクロスアイルーでもプレイできます。え、はい、自分自身がハンターじゃなくてニャンターとして操作できるようになりました。ハンターではなくニャンター。まあ東京ゲームショウのロムでは今回それできないんですけれども、ぜひ今お楽しみに。
あ、そうだ。あとこれですね。あ、なんじゃない、それは。これ、あの、体験するとこのポーチもらえますので。すごい。え、なんですか、これは。あと、これ、長さ調節もできるっていう。ちょっと待って。すごい。これも、もうゲームも入るじゃん。LL も入るし。もう、そらもう。そんな短くしない。そんなせんでええから。そんなやつおったわ。自分の成長と長さが伴わへんよ。お子様にも。そうできるし、もういいですね。いっぱいいっぱいできるから。また体験したらみんなもらえるんですか？もらえます。これアダプターから何から全部入るやん。これ一通り入りますよ。クロス、ね、気持ちは XJAPAN のファンやね。気持ちは分かる。分かるけどやっちゃった。大丈夫。モンスターハンタークロス。いや違うから。それはジャパンの方やね。目の変えちゃった。かぶせて間違えるんですよ。嫌いじゃないけど。好きやな。うん、そういうの嫌いじゃない。そう、もうね、はい、新要素と新しいモンスターのクロスを楽しんでください。こういう感じでクロス。さあということで、カプコンさんのですね、逆転裁判6のブースの前にやってまいりました。はい、いろいろとお話ししていただけるのはこちらの方です。どうぞ。はい、こんにちは、カプコンの江代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけれども、はい、逆転裁判6の見どころなど教えていただけますか？はい、今回ですね、逆転裁判6は、異国の法廷が舞台になってるんですけど、はい、この異国の法廷が霊媒をこう題材にした裁判が行われるので、それの新しいシステムで霊媒ビジョンというのがあるんですけど、それが使用できるんです。ここで実際に遊べるので、はい、この使用できる、このすごいことになってるんですよ。はいはい、あの座り位置によってはバリバリの裁判官の位置なんで。本当ですよね。裁判長の位置なんで、はい、こっちあっち行ってもいいんですか？全然あの大丈夫ですよ、はい、行かせていただきましょうか。ちょっと周遊していただけると、はい、一般の人座り位置でテンション変わってくるよ。本当ですね。はいはい、じゃあちょっとねその集団ちょっと見に行きましょう。はい、行きましょう。はい、はい、はい、法廷にやってきました。すごいですよ。これはもうブースがこの異国の法廷イメージのブースになってるんで。ほんと、はい、じゃあもう早速上の方、そうなんです、あそこ裁判長の席で。かっこいい、はい、そうなんです。じゃあやっていきましょう。じゃあ早速やってみてください。こういう形で最初に巫女の怪しい証言というのを選んでもらって、それと矛盾している映像のところで託戦決定ってやってもらうと、なるほど、感覚の矛盾を指摘することができます。メイバー様もだいぶ突っ込、あ、かわいい、突っ込まれたって。いやだからそのあまりにも状況が揃ってるとなんか先入観みたいなのが働くのね。そうですね、うん、彼女のその作戦のこの映像から見た彼女の思いなので、そこにやっぱり矛盾が出てくるんですね、実際のものと。お、ざわざわ。お、全品版でね。全品版で。悔しい。めっちゃ気に入り。楽しいね、はい。で、これを体験していただくと、このノベリティがもらえます。これは IC カードステッカー、IC カードにも貼れる。で、これ取り外し可能なので、結構何度でも。じゃあチャージしてまた貼って、はい、貼ってできます。はい、2種類あって意義ありとかあるので。はい、これもらえますので、ぜひカプコンブースに遊びに来てください。逆転裁判6プレイしてください。はい、なんかもしあのね、チャージしてもチャージしてるのにキンコーンって言って駅員さん来たら意義ありって出せるから。違う、そういうんじゃないから。はい、はい、ということでぜひ皆さん、はい、カプコンブース逆転裁判6のブースまで遊びに来てください。よろしくお願いします。目指せ大冒険。